ブリアンヌ・タイゼン・イートーンは、カナダの陸上競技選手、七種競技及び五種競技を専門とする、サスカチュワン州フンボルト出身、ロンドンオリンピックカナダ代表選手で、五種競技のカナダ記録4768点を保持する、2013年世界選手権と2014年世界室内選手権で銀メダルを獲得した、世界選手権7種競技で、 初めて表彰台に上った選手である。夫は十種競技の世界記録保持者のアシュトン・イートンで、同じオレゴン大学に在学中に知り合い、2013年7月に結婚した。2006年、カナダジュニア選手権で優勝し、翌2007年にはパンアメリカンジュニア選手権で金メダルを獲得した。オレゴン大学入学後は、数々の学内記録を樹立し、 NCWA 大会では2009年と2010年の2年連続で勝利した。NCWA の室内選手権でも2度優勝し、2011年には五種競技の学生新記録を打ち立てた。サスカチワン州フンボルトで育ち、フンボルト高校で学んだ。高校では陸上競技以外にもバレーボールやサッカーをプレイしていた。ブリアンルは混成競技を専門とすることを決め、 カナダ代表として2005年世界ユース陸上競技選手権大会に出場し、17位で競技を終えた。2006年にはカナダジュニア選手権7種競技で優勝。中国、北京で開かれた2006年世界ジュニア陸上競技選手権大会に出場した。高校3年生で迎えた2007年パンアメリカンジュニア陸上競技選手権大会で金メダルを獲得する。 2007年後半からスポーツ奨学金を受給し、オレゴン大学に進学して経営学を専攻し始めた。初年にパシフィック10カンファレンスで準優勝し、NCWA 選手権で4位に入賞した。翌2008年は NCWA 室内選手権5種競技で3位入賞で幕を開けた。屋外では7種競技の世界レベルの選手として頭角を表した。 パシフィック10カンファレンスで優勝。NCWA でも6086点の自己新記録で優勝。さらに7種競技のカナダタイトルを取った。この活躍により、カナダチームに注目され、2009年世界陸上競技選手権大会代表の座を得て、初めてのシニアの国際大会へ出場した。7種競技では唯一のカナダ代表選手で15位に入った。ブリアンヌは、 翌年さらに強い選手となり、2010年の NCWA 室内選手権で4396点を獲得して5種競技で初優勝、パシフィック10カンファレンスでも7種競技で勝利を収めた。NCWA 選手権では6094点に自己ベストを更新して再び優勝した。これらの活躍により、ブリアンヌは2010年の世界20決にランクインした。 同年の NCWA 選手権では4400メートル、リレーのオレゴン大学代表チームとしても出場し、同チームの優勝に貢献した。またテキサスリレーズでは、オレゴン大学が混成競技で、男女とも優勝したが、女子7種はブリアンヌが、男子10種はアシュトン・イートンが勝利した。後にアシュトンとブリアンヌは婚約し、2013年7月に結婚した。 2011年 NCWA 室内選手権で2度目の優勝を果たし4540点をマークしてジャッキー・ジョンソンが保持していた学生記録を更新した。しかしその後怪我をしてしまったため10ヶ月間大会へ出場することができなかった。2012年1月のテキサス A&M チャレンジで試合に復帰、腰競技で4555点をマークして優勝した。 これは、学生記録かつジルロスグリフィンが保持していた、カナダ記録を更新し、競技中に、砲丸投げと、総高跳びの自己ベストを記録した。2ヶ月後には4536点をマークして、NCWA 室内選手権で3度目の優勝を、果たし、競技中に60メートル H の自己ベストを記録した。NCWA 選手権7種競技でも6440点を、 マークして3度目の優勝を飾り、競技中、100メートル H、砲丸投げ、総幅跳び、槍投げの4種目で、自己ベストを出した。ロンドンオリンピック7種競技の800メートルで、競技、2013年のハイポミーティングでは6376点で、タチアナ・チェルノワを圧倒して優勝。この大会では、男子10種競技で、ダミアン・ワーナーが勝利し、男女ともカナダ勢が、 混成競技で優勝するという稀な結果を残した。2013年世界選手権7種競技では、チェルノワとジェシカエニスヒルという2人の強力な選手が、怪我で欠場するという状況であった。ブリアンヌは6530点の自己新記録をマークしたにもかかわらず銀メダルとなり、56点差でハンナメルニチェンコが優勝した。世界選手権は、ハイ後ミーティング以来の男女揃って、 メダル獲得となったが、イートン夫妻による混成競技の金メダル独占は惜しくもならなかった。メダル獲得後のインタビューで、ブリアンヌは、私は110%の力を出して、銀メダルを獲得し満足している。アシュトンと私は二人でこの表彰台に立つことを話してきた。ここ数年、アシュトンが勝つのを見てきた間、私は実際、こんな気持ちになるだろうなとばかり想像してきた。 と語った。このシーズンはフランスで開かれたデカスターで3位入賞という成績で締めくくった。ポーランドで開かれた2014年世界室内選手権の五種競技に出場4768点をマークして自身の持つカナダ記録を更新した。ありがとうございます。